はい、皆さんこんにちは、こんばんは。運の時間がやってまいりました。本日のメインディッシュはコロッケでございます。それとキャベツの千切りの上にマヨネーズが乗っております。これに醤油をかけて食べていきたいと思います。さらに焼き魚、これは何の魚かは知りません。でもうまそうです。多分鮭だと思います。鮭、さらにキムチでございます。さらに皆さんの大好物のからし明太子が1個残っております。さらに今日はいっぱいありますね。メカブ昆布でございます。これに醤油を入れてご飯の上にかけて食べます。そして白飯でございます。はい、じゃあ醤油をちょっとねこれに入れましょう。はい、でよーくかき混ぜます。あんまり醤油入れると辛すぎてね食べられませんので。そしてこれの上にも醤油をかけます。キャベツ、それからコロッケ、これでいただきます。これはメカブ昆布はご飯の上に乗っけます。これでね、あんまり甘すぎたらねもうちょっと醤油を足してもいいと思います。はい、こんな感じでございます。あとでね明太子も一つ残ってたんでこれも食べます。ではこれでいただきます。うん、ではメカブ昆布からいただきます。あ、ちょうどいいわ。いいように醤油かけましたね。うん、鮭の魚をむしります。うん、なかなかいいですよ。いい味です。今日はご飯が少ないな、ほら。これちょっとよく混ぜます。キャベツの千切りをマヨネーズかかってますからね。はい、混ぜました。食べてみます。うん、あ、うまいな。コロッケをちょっといただいてみましょう。うん、いい味です。
一つ残っとったからね、からしの板。これもこの中に放り込みます。今日は磯の香りがたくさんしてね、海の幸ですな、海の幸、うまいです。キャベツもこんなにして食べるとうまいですね。魚もいっぱい、今日は海の幸がいっぱいあります。まあこれは畑のもんですけどね。キムチを食べてみます。歯触りがいいですな。美味しいです。今日は美味しいです。はい、そういうことでね、途中でございますが、あんまり長くなるとねいけませんので、これで終わりたいと思います。今日の運のメニューでございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。んだー。